自衛隊と中国軍が戦ったらどうなりますか中国軍が負けます、えー、海上自衛隊の元将軍とかは中国軍は恐ろしくて、えー、自衛隊なんかはも,うものの数じゃないって言ってますがそれは実は話の前提が違っててあ実は日米安保条約によると中国軍と戦う時に自衛隊が単独で戦うってことはないです、えー、これは実は例外がありません事実上したがって本当は中国軍が自衛隊と戦うってことは 日米と戦うってことですから、日米の軍事力がお互いに補いあって、中国軍は必ず負けます、中国軍が、軍部がそれを知ってます、恐ろしいのは、独裁者が分かってない懸念があるということです。